僕もね10代20代の頃は音楽理論なんて大嫌いでしたし、勉強もしませんでしたし、それでもねなんとかねそれなりにやってましたね。まあ難しい理論がね分かんなくてもできることっていっぱいありますので、やらなきゃダメですかねとか、やった方がいいですかねとか、やるべきですよねとかっていう、ちょっとまあ前向きじゃない感情が生まれた方は必要ないですね、はっきり言って。でそういうまあ前向きじゃない時、後ろ向きな感情の時に覚えようとしても多分なかなかね入ってこないと思います、インプットできないと思います。でね、ああ俺ってダメなんだとかってなんでこれが覚えられないんだとかって自分を責めちゃったりね、落ち込んじゃったり、なんか空回りしちゃうことがありますので、まあ一回やってみることは重要だと思います。一回やってみて楽しくなかったらもうきっぱりとね、あ今ちょっとやる時期じゃないわっていう感じでやめちゃった方がね、結構精神衛生上良かったりします。で不思議なもんで僕の場合なんですけど、10代20代は全然なんか音楽理論なんて興味なかったんですけど、30歳過ぎたぐらいからめちゃめちゃやりたくなっちゃって、一気に覚えましたね。1年か2年ぐらいかけてめちゃめちゃ教則本とか YouTube とかギターレッスンも行きましたし、なんかスイッチが入ったんですよね。そしたら全部今覚えてる音楽理論とかそういうのは全部その時覚えましたね。でそういう時って本当なんか吸収力がいいっていうか、自分がやりたくてやりたくてしょうがないから、もうちょっとのことでも覚えると嬉しいし、あまた成長できた嬉しいみたいな感じで、どん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 ね次々次ってこうもっと覚えたいっていう欲求が生まれてくるんですよね。なのでそういう時はね本当スポンジのように吸収します。で10代20代の頃、僕が10代20代の頃のようにめんどくせえな、やりたくねえな、でもやんなきゃダメなんだよなとか、プロになるにはそれぐらい覚えとかなきゃなとか、なんか後ろ向きなね、やりたいじゃない時ね、やんなきゃダメっていうなんか妙なね、義務感みたいな時は全然覚えられないです。指板の音も覚えられないし、音楽理論のスケールもなかなか覚えられないし、全然ダメでした。なので音楽理論が必要か必要じゃないかっていうのは、音楽理論を勉強してみた時に楽しかったか、ワクワクしたか、ときめいたかという自分のね心にね一回聞いてみてください。頭で考えると頭でっかちでやんなきゃダメとかやるべきだとか、まあ他人と比べちゃうんですよね。あの人はスケール覚えてるのに俺は覚えてないのどうしてだとかって、頭の中でぐる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 ね考えちゃって、俺はなんでできないんだ、音楽理論勉強しなきゃとかって思って自分を責めたりしちゃうんですけど、自分の心に聞くとね一番わかりやすいんですけど、本当はなんか音楽理論とか覚えて成長していくことより、バンドでみんなで楽しく演奏したいだけなんだよとか、弾き語りで楽しく歌いたいだけなんだよとか、ね、楽器ギターを通して、コミュニケーションを図りたかっただけとかね、何も別にそんなに上手くなりたかったわけじゃない、勉強したかったわけじゃない、ただただギターが好きなだけだったけど、周りを見たらね、例えばこんな高いギター買ったんだからもったいないから勉強しなきゃとかね、周りのあの人はあんなにできてんだに俺ができないのは理論ができてないから、理論を勉強してないからだとかね、なんか妙な他人軸で、ものを考えちゃった時に焦りみたいなのが生まれて、本来ね自分の心の中にはなかった頭で考えちゃった、なんかねやらなきゃとかっていう気持ちが湧いて、音楽理論ってやった方がいいんですかねとかっていう
質問が湧いてきちゃうと思うんですけども、そういう時はね、もう一切やらなくて大丈夫です。いずれね、やりたいって思う時が来ますし、これ来なくても別にいいわけですよね。なんか例えば地味編に憧れてて、地味編モデルのギターを買った、何十万もするカスタムショップのギターを買った、それでゴールでも全然いいわけですよね。ね、それをついついね、何十万のギター買ったのに全然弾けないのってかっこ悪いよなとかって他人と比べちゃったりすると、まあ、ちょっとね、間違ったことが起きちゃいますので、空回りしちゃいますので、まあ本当、自分は本当は何を求めてたか、ただギターが欲しかっただけで、それでいいじゃないかっていうふうに、結構ね、別に音楽理論勉強しなくたってね、楽しくギター弾けてるからいいやってなる場合もあるんですよね。かと思えばある時いきなり、あ、すげえやりたいってスイッチが入っちゃって、めちゃめちゃやりまくるっていう時が来るかもしれない。こればっかりは神のみぞ知るって感じですかね。みんなと仲良くワイワイ騒ぐ、それだけで幸せだったのにね、お酒飲みながら宴会しながらちょっとアコギでポロポロ弾くだけで、それだけで十分だったのに、ついつい YouTube 見たら、ギター買ったんだったら理論勉強しなきゃとか、成長するには理論が必要だとかね、まあ、そういう情報が入ってきちゃうからね、それを鵜呑みにというのかな、まあ、ちょっと自分の本来のやりたかったこととは違ったところに迷い込んじゃうっていうね、こともありますからね。まあ本当、やりたいって思った時にやるのが一番ですからね。なので、やった方がいいですかとか、音楽理論って必要ですかとか、そういう時はね、やらないで大丈夫です。ということでね、音楽理論は必要ですかという質問の答えとしてはですね、音楽理論をね、勉強した時に楽しかった、ワクワクした、ときめいたって時は、もうそのまんまバシバシ突き進んでいただいて、これやった方がいいのかなと、将来のためにやっとくべきかな、めんどくさいけどな、頑張んなきゃダメかなとかってね、ちょっとネガティブな考えになっちゃった時は、もうね、全然やらなくて大丈夫です。いずれ必要に迫られて、もうやりたくてやりたくてしょうがない、時間が全然ないよってね、もっと1日が30時間40時間あればいいのにって思うくらい、もう勉強したくてしょうがなくなる時が来ますのでね、その時に音楽理論勉強してみてください。で、それが来なくても、それはそれでよしとね。そもそもそんなに音楽理論なんて勉強したいと思ってなかったのに、ついつい YouTube とか教則本とかで読んだら、やんなきゃいけないって思っちゃっただけだよなとか、そういうふうにね、ちょっとこう一回ね、自分の心に聞いてみてください。そうするとね、おのずと答えが出てくると思います。自分にとって音楽理論が必要か必要じゃないかという答えはね、必ず自分の心の中にありますので、ちょっとね、その辺を一度顧みていただけたらと思います。ということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。また次回もぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。